さらにはやっぱりサポーターの皆さんもですが、サンチェス白井ちょっと長い時間で見たいという思いもありますよね。また J リーグの中断期間に福岡は長いボールだけではなく、2024J1 リーグ第26節北海道コンサドーレ札幌対アビスパ福岡の前半の45分が始まりました。まあ、そうすると今もオフサイドになる前に青木がシュート打てそうなちょっとスペースもできましたので、はい、ああいうところ消していきたいんですね。そうですね、はい、あとここ宮澤が奪われる、うん、おっとザエディに対してこれはファールで PK の判定。ここですよね、少しボールコントロールうまくいかなかったんですよね。そこで慌てて足が出て、うーん、ここですね、このタッチが少し思うようにいかなかって慌てたと思うんですよね、はい、ザヘディ決めました。今シーズンの9点目、福岡先制。自ら取った PK のチャンスしっかりと決めました。明治安田 J1 リーグ第26節北海道コンサドーレ札幌対アビスパ福岡の後半が始まりました。札幌菅野は素早くリリース、青木からサイドを変えてくる、いいボールが入った。そうだ、今度はペナルティーエリアの中、キーパーをかわして倒れる、 PK 笛が鳴った。対応しづらいですよね、あのボールスピード。どうですか、引っかかってますかね。まあ、もちろん、決めました、1対1。鈴木武蔵今シーズンの3点目、札幌 PK で取られ、 PK で追いつきました。助走少しタイミング変えてきましたですね。これはプレッシャーかかってました。岩崎が入れいきますが、後ろでミア連動できるか。見事間抜けてくる、ジョルディ・サンチェスシュート決まった。オフサイド、勝ち越し。ただオフサイドの旗が上がっています。かわしたあとここですね、このタイミングでやっぱり、はい、出てますからね、オフサイド。青木、先ほども話ありましたが、はい、個人的に本当に今日聞いてたと思いますね、はい、特にボールピックアップして受けて散らして、はい、相手の嫌なところにポジション取ってましたしね、リズムを作ってたと思うんですよね、はい、福岡ですが、茂みに代わって金森、岩崎選手か、岩崎に代わって亀川、はい、となると、フォーバック、亀川はもちろん、はい、あのサイドもできるの で、 そうです、ね、金森から鶴の裏に抜け出す小田も行く。さあ小田もフル出場でこの運動量、逆サイド見れるか、クロスが入ってウェリントンの前、バーバーのヘディング、さらに後ろから亀川決まった。福岡劇的勝ち越し、亀川右足一閃。いや、よくいましたし、よく思い切りよく振り抜きました。このやっぱ金森選手の強さがまず生きて、やっぱ引っ張って開けたところ入ってきて、ここよく触ったと思ったんですけどね、この浮いたボールよく入って抑えましたね。これ滞空時間がこれ難しいですよ、これ難しがちですけど、しっかりと力抜いて、この福岡にとっては非常に長いアディショナルタイム。田中克之、おー、ナイスシュート、おー、意外性すごい、初ゴール、田中克幸大卒ルーキーがここで見せました。今のはすごいですね、アディショナルタイムにドラマ2つ、あの振りはナイス、すごいですよ。笛が鳴って、これはまだ、はい、フリーキックです。あ、ここで終わりますか。あ、ここで長い笛、試合終了、選手たち札幌福岡倒れ込みます。いや、すごい試合ですね、これは。いや、死力を尽くして